大人のザビチャンネルへようこそ。どうもザビでございます。阿部の兵庫県甲子園第2回戦やっていきたいと思います。エントーさあ勝っていきましょう。2回戦目でございます。すごくみんなが成長しているのが素晴らしい、ベスト8を目指して頑張りましょう。いるね、真ん中にやべえのがやべえのいるね。何覚えたんやったっけ。固め打ちや、固め打ち覚えたんや。ここでもさ、ここさ、俺が操作すると打てんくなるからな。衣笠あたり操作しといて、オーロラさんには自由に打ってもらいましょう。で、ちょっと変えます。打順をこう変更します。オーロラさんはね、チャンスがついてないので、チャンスがついてる田川さんにもう回ってもらおう。絶対打率上がるから。アベレージヒッターのね、チャンスが強い人なんてホークスの、ホークスの中村晃みたいなもんですよ。お、向こうピッチャーボロボロやんけ。行くぞ。これ勝ったらベスト8。まあ、春はね、少ないからね、試合数。秋田県。甲子園大会2回戦第3試合の模様をお届けいたします。一塁側秋田代表5条目。5条目だって。大分代表強豪先行チーム。脳筋っていう言葉が入ればね。おっとっとっと、投手が大したことねえかもしれん。でも特殊能力いっぱいあるってことでしょう。意外性が高いってことは。さーて、うわ、強くなったな。転がせ、よっよっよっ、そい、待って、これはもう狙いましょう。引っ張りや。おっと、フォアボールあっさり。おっと、脳筋点取ってる。さあ見に行きましょうか皆さん。この打順でここっていうことは、おそらく彼らがやってくれたんじゃないかなと思います。まずルイさんがヒットで出て、水戸君がホームランなるほど、この2人じゃなかったわ。まさかの水戸やったわ。パワー E でもホームラン打てるんです。そして打点がなかった、弾道が低くても打てるんです。ヒット、はい、取った。で、ツーアウトランナー二塁、まだいける。谷君、さあ来る？ないんか。ちょっとどうしたの？谷君。もう飽きた？もしかして飽きた？魔物が来ない。甲子園は。ワンアウトランナー二塁、ずっと俺のターンやんけ。ずっと俺のターン出とるやんけ。さあここは、でもヒット欲しいよね。おっと、これは甲子園初ホームランなのか。伸びないでも軽くスリーベース。あ、惜しい。いいバッティング、すげえバッティング。そしてさあツーランホームラン、さっき打った、水野くんでございます。まあなかなか打てるとは思いませんけど。あれは、でも内野セーフ。惜しい。ヘッドスライディングをさせたいね。ここはでも急成長にはちょっと早いな。転がせ。でもなんか何もせずに、強え、 C、 足速ねえ、何もせず7て、7強えな、おい。5条目が終わりました。狙っていいと思います。向こうのピッチャーもまたボロ、石山ボットボロボロやんけ。惜しい。遅すぎてダメなやつあるもんね。これセーフちゃう。おお、セーフ。ツーアウトランナー1、2塁からの、なんかいろんな名前がおって分からん。捕手としてはすごいいい選手ですよ。キャッチャー C ですけどね。これキャッチャー B とかになると、本当に溝口やべえピッチャー、キャッチャーになると思う。フォアボール。そしてルーリーさんに回ってくる。一番ルーリーさんはマジでやべえからな。マジでやばいんで。さあ、いけ！おら、内野、さすがに内野ゴロない。内野ゴロはなかったか。でもかといって全員左にすんのもね、あれがねえよね、脳がねえよね。3番が出てるってことはだよね。いきます、盗塁。もうかわされてもこれ、かわされてもこれですよ。ちょっとやってみていい。3投無理かな。やってみよう。ゴー。ああ、さすがに全然やったな。あ、チャンスせっかくついたのにもったいないことしたな。まあいいや、ここはしょうがない。走っていくことに意味がある。
そうそう、走っていくことに意味がある。俺はそう思ってる。盗塁を覚えさせてな。ツーアウトランナー1、2塁。なんかやっと初めてピンチっぽい。すげえなこれ。すげえなこれ。オッケー。何でもかんでもロックやぞ。ツーアウトランナー1塁。強いチームはあれか。やっぱああいう7とかいっぱい持ってるから前に飛ばんのかな。説あるよね。それはあると思う。福地君これ走れるぞ。ゴー。余裕でした。もう足ほんと強いからな、守備職人。足がある野球はマジで強い。これセーフちゃう。これもおーっとエラー、エラーじゃないヒット。ピッチャー何人出してんの向こう。ピッチャー何人目ですか。国木君出します。強心臓。でもスクイズ、でもスクイズ、でもスクイズ。しっかりと点取っていく。自分がね1点取られる可能性があるということを考えたらやっぱね頑張ってもらうとね。余裕ですなここまでは。おっ、ナイバッテン、いい試合展開ってやつですね。解説俺がするみたいなね。うん。さて、すごいすごいね。ヒット欲しいな。ヒット欲しい。引っ張り。あー残念、なかなかインコースに来なかったんかな。ヒッ、おーボール球、ボール球。これ悪球打ち覚えたりするよ。さあここは走ります。ゴー。読まれてても関係ない、どんどん走る。6点差で盗塁ってダメ。引っ張りかな。おっとこれだ、ライダー惜しい。ライダーで入るかと思った。ライダーで入ったらどうしようかと思った。さあこれ田川さんですよ。チャンスですからね。チャンス B ね、転がせ、引っ張り引っ張り。惜しい惜しい。まあこれカット打ちありますから、カット打ちが発動ですよ。ということはですよ、ということは、ああそうかも。でもまあいいか、お任せ。あららららららら。ねやっぱね、国木君に出た瞬間こうやって1点取られる説があるからね。ピッチャーとしてまあ育ってないからな。直球なんぼ ?131。 今直球にシフトしたんかな。あららららら。ワンアウトランナー1、2塁。打たせとれ。もう1点はいいよ、自分今取ってくれたからね。でゲッツある、ゲッツある。しっかりと抑えていく、素晴らしい。さて、ファイト。そうだよね、やっぱチャンスは A までいる、まあ、いる、あった方がいいよね。それは当然あった方がいいんだけど。金徳ってそういえばどうやって手に入れるんやろ。金徳ってどうやるんですか。なんかやる方法あるんですか、手に入れる方法。黒井君絶好調。いやーいいね、抑えとしても本当にいい抑えになりつつある。よいしょ、こいしょ。はい、おーナイスプレイ。おーゴロン、お餅さん見て。はいほいせい。はい、あとソロンさんです。もう変化球中心でいいなこれやったらな。ほい、試合で変化球を鍛えていく。そい、あっちゅうま、あっちゅうま。何これ、10分で今日の試合終わったやん。今日の試合これで終わり。さあベスト8、ありがとうございました。さあ砂を持って帰れ、お前ら砂を持って帰れ。大宇宙規模の超スケール、どういう音程なんやろな。これはとことん行くしかない。見て、無常の人たち、観客見て、観客みんなノリノリかな。
ウォーオーオン。そのうちウォーオーオーってみんなでやるんかな。すげえ歌やな。毎回聴くたびに何やこれと思う。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。子供たち好きそうよね、うん、絶対子供たち好きだと思う。農金高校の校歌いいよな。はい、ということで福地君の守備とかがあって、水族のパワーもホームラン打ったからね、 D まで上がりました。あたがさんの方が73になりました。バケモンですね、もうね。これ全部 S いける気がする。うん、いけそうな気がするんだこれな。オーロラさんがえらいことになりましたね。ミーとパワー全部ともに総力まで上がりました。クロエ君は何も上がってませんけど、その差の直球が上がって変化球はまだですか。ミートが上がったのは絹笠。ルーリーさんのパワーも51まで上がってるんやんけ。すげえな、おい。まだ名門ならんのや。なかなか名門って厳しいんやな。もうオーロラさんプロやん、これ。プロですよ、もう。オーロラ君、立ち。超ノリノリ。1ない。残念。超ノリノリなのに何もできない。はい、ということで今日はここまで。また、次は準々決勝か。準々決勝やな。準々決勝頑張っていきたいと思います。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃーん。